はい、こんにちは。本日はダイハツの新型軽自動車 SUV タフトの見積もりに行ってまいりました。このタフトなんですけど、どうやらスズキのハスラーをめちゃくちゃ意識して作られたライバル車だそうです。 SUV といってもクロスオーバー SUV ということで、メインは街乗りになるそうです。これだけゴテゴテした男らしいデザインなので、最初見た時はハスラーよりもジムニー寄りのクロスカントリー車なんじゃないかななんて思ったりもしましたけども、街乗りメインの車です。だけども 4WD の設定もターボ車の設定もあるので、走行性能は申し分ないということでした。いや、しかしこのタフトですね、男らしい力強いデザインなので、おそらくメインターゲットは男性に設定してるんじゃないかなと思います。ライバル車と言われるスズキのハスラーと比べてもかなりパワフルなデザインじゃないかなと思います。個人的にはこのデザインかなり好きです。最初はハスラーの方がすごいおしゃれなんじゃないかなと思ったんですけど、デコボコ感が多い割にはすごいシンプルだし、飽きなく長い期間乗れる車なんじゃないかなというふうに感じます。どうやら正式発表が6月の10日らしいんですよ。なのであと1週間お待ちくださいということなんですね。そうすると正式なパンフレットも皆さんにお配りできると。現状だと営業さんも詳細はしっかりと分かってるわけじゃないらしいんですよ。詳細に関しては6月10日発表ということになっております。とはいえですね、見積もりは取らせていただきました。会員カタログのリーフレット中身少し見ていこうと思うんですけど、実は今僕はこれ初めて見ます。新発想のタフトのバックパックスタイルって書いてありますね。もう片方のカタログを拝見してもバックパックスタイルとこういうイラストになってるんですよね。バックパックを背負う人の姿をイメージしたと。アクティブに活動できる軽快さと荷物をたくさん運べる機能を両立させたのがこのタフトのバックパックスタイル。そう言われると確かにバックパックっていう感じします。まさにコンセプト通りの車になってるんじゃないかと思います。そしてタフトの最大の売りがこの開放感あふれる室内空間だそうです。見てください、この軽自動車とは思えないサンルーフ、スカイフィールトップという名前だそうです。でその他にもグレードによって変わってくるらしいんですけど、このオレンジ色とブラックのツートーンカラーのインテリアになると。シートに関しては標準で迷彩柄になるそうです。またこれ電動パーキングブレーキも全車標準装備と。そして右側のページ、後席2室こんだけ広いですよと。多彩なシートアレンジがどうやらありますよということなんですけど、後席を全てフラットにすることでこんな荷物が入ると。その他にも、まあ、汚れにくいシートバック加工がされてますと。2室はどうやら結構大型のキャリーケースが2つ入りますっていうことみたいですね。まあ、どれだけ広いかっていうのは一回実車見てみないとわからないですね。さらにその下、カラーバリエーションの記載がありますね。全部で9色だそうです。ブルーメタリック、カーキメタリック、ベージュメタリック、レモンスカッシュ、スプラッシュブルーメタリック、ブラックマイカ、シャイニングホワイトパール、コンバーノレッド、ブライトシルバーと全9色の設定になっております。で、白と赤だけ追加料金がかかるんですけど、その他の色については全て追加料金なしだそうなんですよ。かなりリーズナブルな設定になっていそうです。で、グレードです。グレードは全部で3グレードがあります。一番下のグレードが X グレード、そして真ん中のグレードが G グレード、一番上のグレードが G ターボグレードということになっております。それぞれの価格がだいたい135万円、真ん中の G が149万円、 G ターボグレードが161万円ということです。なのでグレード間の差額としては X から G がだいたいプラス14万円、そして G から G ターボがプラス12万円ということになっております。現段階で分かっている教えてもらった装備内容なんですけども、まず全グレードで言えること、ダイハツの DNGA プラットフォームが採用されていると。これはタントやロッキーと同じダイハツの最新プラットフォームなんですよね。この DNGA プラットフォームの採用によって従来の軽自動車よりも安定して素晴らしい走行性能を楽しめるということみたいです。それから先ほど見ていただいたあの大きいサンルーフ、スカイフィールトップ、これもオプションじゃなくて全車で標準装備なんですって。そしてさらには電動パーキングブレーキ、これも全車で標準装備。そしてなんといってもダイハツの安全機能、最新のスマートアシストが搭載されているということなんですけど、このスマートアシストはタントと同じものが装備されているということです。タントのスマートアシストの機能改めて見てみたいと思うんですけど、標準装備の安全機能、衝突警報機能、衝突回避支援ブレーキ機能、車線逸脱警報機能、車線逸脱抑制制御機能、オートハイビーム、アダプティブドライビングビームもついてるかもしれないんですね。標識認識機能、
前方後方の誤発進抑制機能、先行車発進お知らせ機能、前方後方のコーナーセンサーと、これらが標準装備のスマートアシストで、それからもしかしたらこれもつくかもしれないです。オプション装備の安全機能スマートアシストプラス全車速追従機能付きのクルーズコントロールだけども、ストップ保持機能はないです。とこれはターボ車のみの設定です。車線の中央を走るレーンキープアシスト、スマートパノラマパーキングアシスト、パノラマモニターにサイドビューランプと、営業さんのおっしゃる通り、タントと同じ安全機能がつくとしたら、これらの機能もつきますよということになりそうです。これだけ充実した標準装備の内容なので、X グレードでも全然いいなという印象ではありますね。グレード感の違い、一番下の X グレードだとスチールホイール、それから室内色、これが1色になるそうです。そして G グレード、 G ターボグレードになるとアルミホイールになります。それから室内色が2色と。でその他にも、もしかしたら一番下の X グレードはフォグランプ、これがつかないんじゃないかと。で G グレード、 G ターボグレードにフォグランプが標準装備なんじゃないかなというふうにおっしゃってましたね。そして真ん中の G グレードと一番上の G ターボグレードの違い、当然ターボ車の設定になってるということと、このターボ車になると、はい、これがつきます。クルーズコントロール、残念ながらストップ保持の機能はないそうです。それから 4WD の設定もあります。これがプラス13万円ということで、全グレードで対応することができます。はい、これが現時点で分かっているグレード感の違いだそうです。実車やカタログを見てみないことには分からないんですけど、この車はスチールホイールでもいいんじゃないかなっていうふうに思いますし、室内色が1色でも別にかっこいいじゃないかと、オレンジじゃなくてもいいんじゃないかなっていうふうにも思います。なので個人的には一番下の X グレードもなかなか売れるんじゃないかなというふうに思いました。なんですけども、今回いただいた見積もりは一番人気になるであろうこの真ん中の G グレードの見積もりいただきました。見ていただきたいと思います。こちらになります。じゃじゃーんと、ダイハツタフト真ん中の G グレード CVT2WD660cc と、車両本体価格が148万5000円、付属品 A、 これがディーラーオプションですね。内訳、乗り出し楽々プラン44000円、これはフロアカーペットとサイドバイザー、それからナンバープレートフレームのセットになります。そして付属品 B、 これがメーカーオプションか、35万5300円、内訳 ETC セットアップが3300円、9インチスタイリッシュナビ、それからフロントとリアのドライブレコーダー、これがセットで257,114円なんですよ。ドライブレコーダーなしで9インチのディスプレイオーディオを選ぶこともできます。そうするとだいたい8万円っておっしゃられてましたけど、ディスプレイオーディオだとスマートフォンがないとナビゲーションを映せないですし、テレビも見れないということで、こちらの方がおすすめということでした。それから ETC 車載機17,600円、 ETC1.0 の方ですね。そしてこれが重要なんですよ、フードガーニッシュとバックドアガーニッシュ、フォグランプガーニッシュ、それぞれ2万円から3万円ぐらいする装備なんですけど、タフトのリーフレット裏面を見ると、見てください、これ、僕はこれがめちゃくちゃかっこいいと思ったんですけど、これです。ここ、このメッキパネル、かっこよくないですか。でこの後ろ部分もこんな風にメッキパネルオプションで付けることができるんですよ。通常モデルと比べてみるとこうなります。どうでしょう、このかっこよさ、男らしさをさらに引き立てるようなこのオプション、これは入れるべきだと思いましてですね、入れさせていただきました。フォグランプガーニッシュの部分はどんな風になるのかわからないんですけど、フォグランプのところもメッキになるんですよ。もうさらにかっこよくなるということで入れちゃったわけです。ということでメーカーオプションが355,300円ということになりました。そして諸経費、納車費用が入っていたり、あとこれも入ってますね、4年半メンテナンスパックですね、これが入って、乗り出し価格がこちら208,280円、真ん中の G グレードでいろいろつけちゃったということもありますけども、200万円は超えてきましたね。そして肝心の値引き額、現時点では0円です。まだ何とも言えない状態だということなんですけど、車両本体からの値引きというのはゼロじゃないかとおっしゃってました。ダイハツがこれから行うキャンペーン次第だということなんですけど、もし値引きがあるとしても、ディーラーオプションから何らかのサービスになるんじゃないかなと営業さんはおっしゃっておりました。これも実際に発売してからじゃないとわからないみたいです。はい、ということでタフトの見積もり、このような結果になりました。ハスラーと比べてどうなんだろうかと、一説
によるとハスラーの方が価格がちょっと高いんじゃないかっていう風に伺いましたけど、タカス個人的にはタフトの方が好みな気がするんですよね。ただこのデザインはもう相当男性寄りなんじゃないかなと思うので、鈴木ハスラーの方が当たり障りのないすごいおしゃれなデザインになってるなとも思いますし、どうなんだろうかタフト。ただトヨタダイハツ波に乗ってますから、このタフトもその波に乗ってめちゃくちゃ売れちゃうんじゃないかななんていう、そんな風にも思ったり思わなかったり。そしてもう一点重要なこと忘れてました。納期はもう今全然わからない状態だそうです。というのもコロナの影響でこのタフトはもとよりタントやロッキーの人気車種も製造がストップしているという状態らしいです。生産再開が6月の中頃っていう噂らしいんですけど、今もまだ休止している状態だそうです。なのでタフトの生産がいつ開始されるのかが実際分かってないと。注文がかなり入ってるそうなんですけど納期がまだ全然見れないと。2ヶ月ほど生産ストップしていたロッキー、ライズ、タントの生産が溜まっているそうなので、タフトの納期今からでも5ヶ月は見てほしいということでしたね。はい、ということで今回は以上になります。また何かの参考にしていただければと思いますのでよろしくお願いいたします。では。